どうも、松駒です。就職浪人2年目です。半年前から始めたコンビニの深夜バイト、ずっと後輩でやってきましたが、今夜新入りが来るので後輩ができるのです。これで少しは楽になるかな。びっくりしますね。あの言葉は何だったんですか？笑顔を売ってらっしゃるんでしょ？だいぶ怒ってるな。入りたくないな。おら、お前3日前入れるっつったじゃねえか。入ってねえでどうなったんだよ。おら、お、見ないか。こいつが新人か。すいません、お客様、何か。おら、お前すっせんで入ってくんじゃねえよ。いや、申し訳ございません。こちらの店員が新人のものですから。そんなこと知るか、この野郎。あ、もう何、さっきも黙ってないで謝って。ふざけんなよ、この野郎。はい、謝って。おら、お客様は神様じゃねえのかよ。神は死んだ。神は死んだ。ドイツ人哲学者フリードリヒ・ニーチェの言葉。人生とは不条理なものだが、神に頼ってはいけないと人々に説いた。故に客など神では。言わないで。神様、悟り世代の大型新人がやってきました。ニーチェ先生、彼をそう呼ぶことにしよう。心の中だけで。兄くんって言うんだ。珍しい名前だね。はい。もう年上の人に兄ちゃんって呼ばれるんだ。年上なのに兄ちゃんとはこれいかに。すみません、お楽しみ中のところ申し訳ありませんが、年上は兄くん、もしくは兄と呼びますので。そうですか。でも年下のやつにもう兄さんって。もう血縁関係のない他人の年下に兄さんって、ヤクザかみたいな。もう兄さんって言うのね。年下のやつに俺はお前の兄じゃないって言うのね。言わないです。言わないよね。うん、いちいち言ってたら大変だもんね。なんか質問ある？松駒って名前も珍しいですよねとか思ってるかな？思ってないです。思ってない、うん。レジ打ちとか？スーパーでバイト経験があるので。じゃあ大丈夫だね。大学生だよね？はい、仏教学部です。仏教学部なんだ。初めて会う仏教学部の人。どんな授業があるの？今朝を着込んだ本物のお坊さんと一緒に般若心経を唱える授業があります。すごい。じゃあ兄くんは般若心経を唱えられるの？はい、ほぼ毎日唱えているので。すごいね。じゃあ行ってみて。仏説摩訶般若波羅蜜多心経、観自在菩薩行深般若波羅蜜多自性見合雲海空洞、一切空役者利子式不異空空不異式式即是空空、即税式重層業式役部尿税者利子税消防区。はい、何がよろしいですか？送付消付滅付区付上付送付減税航空。あ、兄くんもう大丈夫だよ、ありがとう。うん、兄くん後で聞くので、後で。兄くん、無式証拠民俗法務限界ないし無。
この時間お客さん減るから、眠かったら事務所で仮眠取っていいよ。大丈夫です。ちょっと変わってるけど頑張り屋さんなのかな。店長お疲れ様です。はい、お疲れさん。新人さんよく来たる。はい。店長、来るや否や、来るや否やの仮眠入ります。お疲れ様です。あ、でもこの眠り仮でなくなる可能性あり、その場合起こすもよし、起こさぬ間は眠りやすいな。はおい、よし。店長に対して質問は？大丈夫です。じゃあ君はなぜに深夜のコンビニでのバイトを選んだのかい？自分の大切な1時間を3桁でお渡しするわけにはいかないので。3桁っていうのは1000円以下っていうことだろ？はい。ほら、やっぱり金じゃないか。はい、全てではありませんが。そういう言い方するなよ。 99% ではありますが。つまり全てっていうことだろ？いや、 1% は違うみたいですから。よし、あえての残りの 1% を追求するのは、あえての聞かないという手段を取ることにしよう。ここであえて俺が言いたいのは、俺の全ては金だ。いいと思います。つまり俺がここにいる理由、それはお金が 100%。 はい。通称宝くじ先輩、渡さん、金に生きる男。ここに宝くじがある。近々に3億円になる可能性を秘めた紙だ。これが何でできているか。パルプ。これによって世界中の木々が伐採され、植物の光合成が減少し、温暖化を引き起こし、地球が今危機に瀕しているっていうことはどうでもいいだろう。な、今その話どうでもいいだろう。今の話題の流れだとそこは一旦置いといてもいいんじゃないですかね。さてと、俺が3億円という金を手に入れたとしよう。よし、手に入れた。イメージ完了ですね。これを見てほしい。 AKMS だ。1950年代中盤、生産性のさらなる向上を狙って AK47 のレシーバーをプレス加工品に置き換える AKM 計画が始動。試作品がソ連軍に提出されたのは1957年、正式化されたのは1959年だ。リベット結合したレシーバーで生産性を向上させ、軽量化にも成功。どうだ、素晴らしいだろう。しかし俺はこんなものには興味がない。ないんですね。3億という金を手にした俺はその金で戦車を買う。戦車って買えるんですか？買ってどうするんですか？先輩、実はそういう思想の持ち主なんですか？俺はね、誰も乗っていない車に乗りたいんだよ。あ、車が好きなんですね。最近ね、つい最近俺思ったんだよ。男のステータスはやはり車だ。さっきの銃の説明は何だったよとか考えちゃダメだよ、そういう人だから。戦車は日本の公道を走れるんですか？興味を持ったんだね。ちょっと驚きだけど嬉しいよ。よくぞ聞いてくれた。いいか新人、
俺は戦車を買った後に余った金で政治家を買収して戦車が公道も走ってもいいという法案を可決させる。政治家はどのくらいの金で買収できますか？もちろん億の金は積まないとな。法案を通すということはたくさんの政治家を買収する必要がありますが。もちろんだ。すると戦車を買う金がなくなるのでは？いや、買える。3億あるからね。戦車を買って政治家たくさん買うぐらい造作もないことだ。先輩、冷静に冷静になって計算してみてください。先輩、頑張って。変えた。変えたとしてくれ。公道を走れたとしてどこをどう走るんですか？どこをどうって、東京の道を普通に走り回るさ。道行く人はみんな振り返るぞ。戦車だ、かっけえ。やだ、戦車よ。攻撃するんじゃない？攻撃するわけないのにな。どこに止めておくんですか？家の前に月決めの駐車場がある。それを4台分ほど借りるわけですね。3億あるからね。駐車場の方からぜひ借りてくださいってお願いしてくるかもね。出かけた時はコインパー。コインパーに入りますか？戦車が。戦車専用のコインパーを作る法案を可決させる。とても丈夫なこういうバーの開発をする必要がありますね。なるほどな。キャタピラで乗るわけだからな。従来のやつだったら戦車に乗ったらバリバリって砕け散るもんな。しかし法案が通ったら戦車が乗ってもご大丈夫な丈夫な素材がきっと開発される。横道に入るような狭いところは諦めるわけですね。俺は常に王道を歩み続ける男だ。そんな横の脇道なんて興味がない。首都高は走れますか？何度も言わせるな。俺は戦車専用の ETC 入り口ができる法案を可決させるんだ。政治家大忙しだ。先輩一人のために日本の道路交通法は大幅に変わりますね。3億あれば変わるでしょう。わかりました。先輩が戦車で公道を走る姿楽しみにしております。ほんと楽しみ。当たるといいな。3億円当たると見ている。俺は当たると見ている。先輩、戦車1台安くて7億円だそうです。ただ個人で買うことは可能です。もういい。兄くん、夢を語ることは自由だと思う。現実を伝えることも自由です。先輩、戦車の前にマンションを買いますか？今の3万円のアパートを抜け出して。ナイス助言、松駒。働こう。はい、はい、ダメだよ、持って帰っちゃ。あ、いえ、こうして見るとエロ本も進化しているんだなと。ああ、自分がコンビニを歩くときはじっくり見たことがなかったもので、その進化に気づきませんでした。うん、まあ最近じゃ DVD とかもついてるみたいだからね。そうみたいですね。よくコストが抑えられていますね。まあいろいろあるんだろうね、それを可能にするビジネスのシステムが。買ったことありますか？おいやいや、僕はまあ中学生とか高校生の時はコンビニで買うのにドキドキしたよね。ドキドキする必要はないんですけどね、正常な人間の営みですから。とは言ってもね、なるべく女性店員さんがいない夜中とかを狙って買いに行ったもんだよね。どうして今は買わないんですか？僕はね、ちょっと襟好みが激しくてね、いわゆるなんというか幼い感じが好きなんだよ。だからといってロリコンではないし、年齢の浅い女の子に興味があるわけじゃないんだ。それは法的にも理性的にもダメだと分かっているし、理想といえば理想なのかもしれないけれど、そうじゃないんだ。そういうことじゃない。要は僕は子供みたいな大人の女性が好きなんだ。ということでストライクゾーンは極めて小さい。身長は145センチから150センチの間に収まっていないと NG ということにしている、基本的にね。そして童顔、当然だよね。
丸顔がベストだけど最悪形は問わない。幼い顔であればね。そして体全体の印象はぽっちゃりでないと認めないことにしている。だってそうだろ、いわゆる幼児体型というやつだ。しかれどもそういえども胸もあってもなくてもよし。胸はない方がいいのかなと思っただろう。それは違う。幼児体型とはいえ大人の女である以上、胸のありなしはこちらが勝手に指定してはいけないと考えているんだ。芸能人で言えば有村架純、高畑充希、最近熱いのは土屋太鳳。しかし有村架純が僕に付き合ってくださいという確率は少ないだろう。多くて 30% かな。なかなか難しくてね、理想の女性と出会うことが。苦労はしているよ。ちなみにこういった雑誌は大抵の場合スタイルの良い女性たちが活躍しているものが多いよね。ということで僕のこだわりを満たしてくれることは滅多にない。そんな少ない可能性にかけてこれだけの値段のものをそうやすやすと買うわけにはいかないだろう。そうですね、理解しました。夏子くん、いや疲れてるね。楓もう限界なんですけど、何か食べないと体が持たないとは思うけど、こんな時間に食べたら絶対に太るということで悩んでる真っ最中。いやそんなに太ってないんだから食べた方がいいよ。あ、兄くん。はい。紹介するよ、僕の幼馴染で看護師やってる塩山楓。兄です。夜勤明けは基本的に買い物に来てくれるんだ。どうした？なんて素敵な男なんだろう。いらっしゃいませ。今まで生きてきてこんなにもタイプな男がいただろうか。いや、いない。まさにドストライク。ただのストライクじゃない、ドストライク。ドストライク、バッターアウト。ストラックアウトでいうところの野球で言えば5番、サッカーでいうと7番、8番。そんなことどうでもいいじゃない。最初からダーって例えるべきだった。ダーツで言うならあの赤い円のさらに中の黒いとこ、それがこの人。この目、この鼻、この口、全てがドストライク。今にも飛びつきたいほどタイプだ。ただそんなことをしてみなさい、初対面でそんなことしたらただの変わった女だと思われてしまう。忘れてた、夜勤明けの疲れた顔を見せるわけにはいかない。メイクをちょっぱやで直さないと。本来ならばこの人が見えないところでやらなければいけない作業だけど、この方を見ていたい、見ていたいがばっかりに隠れてメイクを直すことができない。ダメよ楓、隠れてやらなきゃダメなの。今見ることを諦めてトイレで直してくることを選択して。ああ、でも見ていたい。どうした楓、どうした？うん？ダメ、この視線を今この方から話すことができない。いや、あえて呼ばせてもらうわ。兄くん、兄くんからこの熱視線を話すことができないのよ。あ、お次の方こちらのレジへどうぞ。お客様、もしやおでんですか？ああ、おでんなわけがないでしょう。早くメイクして完成された私を見て。はあ、一目惚れというものが本当に存在するなんて、一瞬で好きになってしまったのよ、ニーク。好きだと言ってしまおうか。いや、ダメよ。初対面でまだ5分も経ってないのに好きとか言ったら、誰にでもそんなこと言ってるんだなこの女と悪い女に見られてしまう。ああ、どうすればいいの。楓さん、心の声で言うべきセリフが興奮のあまり完全にダダ漏れになっているぞ。そうだ、冷静に考えてみればこのルックスだったら 100% 彼女がいるに違いない。そうよ、絶対いる。彼女がいるなら今さら私が告白したところで時すでに遅しというものよ。いませんよ。聞こえたから。ドストライクな上にエスパーだなんて。
楓、気づけ。完全に君の心の声は音声として発せられていることを。ニー君がエスパーだったことで彼女がいないことは分かった。だけどニー君が私のことがタイプかどうかなんて分からない。この手の顔の男は確実に奥ゆかしいタイプの女が好み。ということは出会ってから3ヶ月そこそこ親しい関係になって初めてデートに誘うべき。そして初デートでも告白なんかしちゃダメ。デートを10回ほど重ねた後初めてそこで告白。それくらいの奥ゆかしさがあって初めてこのタイプの男は落ちる。楓、話せば話すほど脈がなくなる気がする。今日のところは帰ろう。どう思ったのかしら。ぶっちゃけどう思ったのかを知りたい。私のメイクした状態の完璧な顔を見てタイプかどうかどちらかなのかを知りたい。楓、松駒くんどうしたの。いや、こっちのセリフです。松駒くん、兄くんがどんな女が好みなのかそれとなく聞いておいてもらっていいかしら。それとなく聞く前にがっつり聞いちゃった人いるから。やだ、兄くんがこっち見てる。それは見るよ。まさか私のことが好きとかじゃないと思うよ。やだ、恥ずかしい。出直そう。ごめんね、本当はいいやつなんだ。大丈夫ですよ、よくあることですから。よくあるのか。塩をまいておきます。くだらない話でも改正の商品が必要だと考えました。下手をすれば監禁の罪だね。ミックスミックス、わお、あったー。ものすごい急展開。僕が解放してきます。